今日はね、ウォーキング今途中です。ゼロエンデーはね、21日に13デイズ達成かな。今日は土日月だね。土日はね、マックフィズね、頼んでね、アップル TV でね、ゲーム昨日ね、かなり前にダウンロードしたね、ゲームやってましたね。ダンザマンだったか。で、テレビコントローラーね、M3 バットプロのグラブディスプレイですね、で、ワープドライブにアップルアーケードでね、やってたシーンがその前に来るかな。で、今回はね、板倉滉選手のね、ヘディング、バイエルミンヘン相手にね、ブンデス1球ね、ゴールで開け、今日はね、アーセナルにね、冨安の勝利ね、ヘディングの時はヘディングで書いてね、ゲームね、フリーゲームってね、無料ゲームの時書きましたね。あとは、残った金額はね、先週は金土日残して571円です。571円です。いや、めっちゃ人が取ったんで、ちょっとかけましたね。571円です。今回ってね、1日が金曜日だったんでね、週のね、今週の金額だと1340円ね、溜まった金額計算になるぐらいの溜まり方なのかな。なんかね、で、iPad をボディグラムで測ったの、それはまだね、出してないんですが、ウォーキング今日50分あれだね。で、日曜で、まあ、土曜日はね、母の瀬イオンの系列でね、ビッグでバックフィズで、ウォーキングの時ローソンで、ウォーキングの時なんか買っていいってことにしてるんで、まあ、母の瀬イオンだったんで、まあ、あれはね、で、ですね、全編映画の撮影つなげて iPhone 14 Pro 24fps、シネマチックモードで、M2 Pro、iPad Pro、M2 iPad Pro ね、ファイナルカットプロで動画にイラスト、時折随所にイラスト書いてますね。そんな頻度多くないですよ、3日間のビデオはね。ではどうぞ。ライオンズね、最近打率5割の、5試合打率5割でね、新人ヒルマ選手のね、がヒットでチャンスを広げね、外崎選手2点タイムリーの後ね、ライオンズによる藤田選手もね、佐藤流星タイムリーで3点目。じゃあね、無料引き分けのセブンで引き分けです。うち、西武ね、ライオンズ連勝です。平良選手7回を無失点ですね、1球無失点で、あとはね、源田様の3安打と、栗山選手ね、スリーランホームランですね。試合パッドを外部ディスプレイにしてあげね、アップルアーケードのアップドライブね、2レース目でね、5位になりました、1レース目再開です。グラフィックアプリです。こっちアップル TV プラスバスケドラマスワッカー見ながらね、ウンシャンファンのね、こっちは、うらしいたね。ああ、車に送り届けね。ああ、スーパーで4回で届けでした。母を送り届けスーパー、僕は持っててもクイズ、ミスするときだとね、5% だったです。いやー、ローソン無料引き券ゲットでーす。ウォーキング中。ウォーキングでーす。到着前ですね。25分後です。ライオンズね、大学ナンバーワンサッカー新人ヒルマね、昨日試合前まで第5試合打率5割ね、今日も2安打でーす、2ベース。こちらね、バスケ見ながらね、別件渡辺健斗のタイムリーヒットやね。こちらサッカー堂安選手今日控えですね。こちらね、関係を迷おう。どうしたアジア人初の、ね、プレミア得点王ソン・フンミンね、今日ハットトリックです。ブンデス最強バイエルンラインで、ね、日本代表ディフェンダー板倉滉選手ね、ヘッドで戦前です。開幕戦以来にもう3試合で2点目。今日ウォーキングです。クリス・パラさんと今日届くね、 iPhone がないのでね、ヘッドホンがないので iPhone でね、あれしながらウェルシアで16社のペペペペなんとかってね。アップ TV 放棄でコントローラーつなぎ、ダンザマンね、
面白かったですね。なんか無料アプリで鉄腕ダッシュ見ながら、こちらアベマでね、セルティックの試合中継と、どうするやつは iPad のディスクライブディスプレイです。こっちもアベマでプレミアリーグ、アーセナルのプレミア戦しっかりですね。カレークベニディクト、アーセナルの富安選手ね、投入でね、相手のカウンターをカットするもしましたがね、チームがカウンターから得点でした。吉田正尚選手ね、ホームランを打ちました。今で時速3000先生です。コーヒーね、ウォーキング最中で限定カードを受けた人は一緒ですね。